ウクライナの堅タな,な抵抗により、即位草即決でウクライナ全面侵攻を終えようとしていたウラジーミル・プーチンロシア大統領の計画に支障が生じているという見方が出ている。ロシア軍の攻勢が、ウクライナの抵抗により予想外に鈍くなっているということである。米国防省の行位関係者は25日米 NBC 放送でロシアの兵力装備の圧倒的優位にも、 この日の勢いは多少なまった都市プーチン大統領が確信している勝利は断言できなくなったと語った。続けてウクライナ人たちがロシアの予想よりも一層強く抵抗しているものと評価される都市彼らは自国のために戦っていると説明した。またロシア軍が首都キエフや大都市などに向かって包囲網を縮めているが、まだ占領されたわけではなく、ウクライナの防空体系は絶えずミサイルの脅威に苦しめられているが、 おおむね戦闘可能な状態だというのがこの関係者の分析である。デビッド・ペトレイアス元米 CIA 長官もロシアは自分たちが予想していた以上の強い抵抗と決意に衝突していると分析した。続けてロシアはまだウクライナの指揮統制体系を崩すことはできず、主要都市を占領できていない都市このことは、ロシアを不安にさせていると語った。ただロシア軍とウクライナ軍の絶対的な戦力差により、 ロシアが勝利する可能性は高いという見方は、依然として有効だとされている。ペトレイヤス元長官は改めてお話しするが、ロシア軍がウクライナの在来式部隊に勝つことに疑いがないというのは事実だと語った。ジェームズ・スタブリディス・マエナと総司令官はウクライナ政府は市民たちに小1 1万8000体を配り、 18から60歳男性の出国を禁止した都市ロシア軍にとっては困難な戦いになるだろうと推測した。また日程より遅れていて、450人以上を失ったと語った。ウクライナ当局はロシア軍の人命被害が800人に達したと発表したが、ロシアはこれをすぐさま否定した。